中日、中田翔と離正式表明、年俸3億円前後の複数年提示か、近日中にも初交渉ということで正式という言葉が使われた。12月1日から交渉が解禁となることですぐに動き出すことが言われていたが、中日の加藤球団代表は1日、中田翔が自由契約選手として公示されたことを受けて、獲得交渉に乗り出すことを正式表明した。名古屋市内で取材に応じ、誠意を持って対応したいと話したのである。誠意とは大きなカボチャではなく金額や契約年数のことだと思う。ドラマの北の国からが好きすぎて誠意と聞くと、五郎さんが純と謝りに行くシーンを思い浮かべてしまう癖がありますのですみませんでした。話を戻して誠意を持っていた対応をしたいということで、年俸は据え置きの3億円くらいで複数年を提示するようだ。中田翔が自由契約になる前は2年間で年俸3億円が残っていたのであるから、同程度の金額条件で出場機会が得られるならば中田翔も気持ちよく移籍できるのはないかというオファー内容と考えられる。そして内により素晴らしいのが、自由契約が発表になってからすぐに立浪監督がラブコールを送ったことと、交渉解禁となって真っ先に交渉をアタックすることで誠意を表していることである。喉から手が出るほど欲しいホームランバッターというか、打点を稼げる勝負強いバッターである。100打点以上が5度あることで実績としては申し分ない。移籍の年俸に関しては経緯からして金じゃねえという部分もあるのかもしれないが、中日としては他球団も取りに来ることが予想されるのを考慮すると、中日としての最大限を用意することはいいことだと思う。すみません、金じゃねえはまたドラマ北の国からの名シーンから撮ってしまいました。純が東京に行くときに長距離トラックに乗せてもらっていくときに、父親である五郎が運転手に泥のついた2万円を渡しして、運転手が受け取れないと純に渡した大事なお金であり、それが勝手に使われてしまった時の純が怒ったセリフが金じゃねということである。ドラマとは違いますが、今回も巨人の安定を捨ててまで出場機会を求めて自由契約となって移籍するから、ある意味金じゃねという部分もあると思うし、大事なのはハートでありモチベーションが上がる環境が必要だと思います。皆さんは中田翔に対しての最大限の誠意とはどのレベルで用意するのが良いと考えますでしょうか。コメント欄にご意見をいただけると嬉しいです。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ドラゴンズいよいよ本格的に獲得に動きますね。今年は断頭公開に積極補強と、しっかりお金をかけるべきところにかけて、こんな感じでしたよね。30年来のドラゴンズファンとしては、来年は本当にひょっとするかもしれないという期待感が10年ぶりに持てるだけでも嬉しいです。いよいよ中田獲得に向けて本格的に動き始めたな。今までになかった球団の強い意志が感じられる。ぜひ実現してほしい。こんな金があるならなぜ今までやる気出さなかったのか。西行き FA の時とか中田も一番熱意のあるところ行きたいだろうから、中日でほぼ決まりだね。よその球団が獲得の意思見せてないのに3億複数年とか正気の沙汰じゃない。生え抜きで頑張ってる柳にもっと出せよ。高橋周平と複数年結んでたり、フロントのバカさ加減は計り知れんな。ここ最近ドラゴンズで複数年で契約して活躍した選手はいない気がする。中田に3億か、悪い冗談かと思った。チームに良い影響を与えてくれるようなベテランならわかるんだが、どこも手を出さないということはそういうことなんだろう。中日は本当にチーム編成が下手。ビシエドも頑張ってほしい。来年のビリ脱出に必死だな。立浪はビリもゴイも一緒だぞ。岡田阪神が支給はヒット1本査定みたいなことやってるけど、出来高プラスってもっと明確に指標を出して、若手ベテラン問わずに確定的な査定要素にしてあげるのが理想かと思いますね。特に成績が伸び悩んでる選手が多い球団こそ、もちろんチーム戦術のバントとかも相応の評価に位置づけにして、目の前に見えるものがあると野球感そのものが変わるというか、モチベーションが急上昇して急に化ける選手増えそう。一部自分ものファンが騒いで中田はいらないだとか、3億も払うんだったら他の選手にもっと上げてとか言ってますが、球団や監督にしてみれば馬の耳に念仏どこ吹く風ですよね。冷静に考えれば高いか安いか別にして、もともと巨人では複数年で3億もらえるはずだったんだから、頭を下げてきてもらうんならすごく当たり前の数字だろうし、出来高も必要だろうな。彼が期待通りの働きをしてくれるのかどうかは神のみぞ知るで、別の問題だからね。過去の行いや見た目の風貌や日頃の立ち居振る舞いで中田という人を何も知らないのに、勝手にイメージだけで判断して好き嫌いで騒いでいる自分を冷静に客観視するべきだ。きっと彼が活躍したら手のひら返しをする自分がいるに違いない。うつたないは置いといて、下半身の怪我が多い中田が人工芝の球場で試合数こなせるかな。多額の金使って怪我されたら全く意味ないからな。しかも3億円の一塁専門が2人もいて非常に効率が悪い補強。ビシエドの使いどころがないしな。中田選手が中日に来てくれて、石川、甲斐、
ブライトが覚醒したらすごいな、細川もいるのだから生体保護本だよと夢を見るドラゴンズファンでした。そこまでしてほしい理由がわかりません。戦略戦術のない人が指揮官なんだから、いくら中田がヒットを打ったところで点が入るとは思えません。連続再開のこの2年間が物語ってます。次の監督のためには糧を育ててください。中日は買いかぶりすぎだな。とてもフルで働けるとは思えないが、本塁打はバンテリンドームでは東京ドームの半減が良いところだ。足が弱いし下半身の怪我が目に見えている。やはり中田は DH 向きだよ。それにしても年俸3億円とは言った口が塞がらないよ。打てるかもしれんな、こんなグレーな人には託したくない。かなりの満塁を潰し投手に負けに導いた今年なのに、チヤホヤされてる石川みたいにイメージよろしくない人は来ないでほしい。すでに終わっているたくさんのトレードだけで良い。さすがに巨人の年俸3億の契約をあっさり放棄するのはありえないし、自由契約は放置より中スコが早く報じたから中日と好条件で契約できると話がついてたんだと思う。中日はお金がないのに休みがちな中田に何億も出すのはコスパが悪すぎるのではないでしょうか。そのお金で良い外人を取る方がいいです。ハズレはあるかもしれませんが、ちょっと評価しすぎ。35歳になる怪我が多いバッターに出しすぎ。ビシエドや細川、石川にも同様の出来高なのだろうか。チームに無駄な歪みを生まなければいいが、中日ファンですがどんどん中日が嫌いになっていく。顔見るだけで不快。そして来年も期待できない年功。今さら他のスポーツ観戦に転向するにもエネルギー使うし、来年は読書でもして過ごすしかないか。中田さん頑張ってほしいです。中日に行かれたら剣の従来で若手選手の良き手本となってほしいです。そして再開脱出です。これだけ出せるならまず山川に行けよって思う。コンプライアンス的にどちらも獲得に動いてほしくないけれどもね。2年契約の6億円が事実なら、保留した柳投手や小笠原投手など生え抜きの選手からのフロントに対する不信感があるでしょう。1打点100万超えてるじゃん。それを今の野手に言えばどれだけのモチベーションになるんだろう。昔からの中日ファンだか現在の中田がそこまでの金額の選手かなとは思います。自分の感覚的にも中日顔ではないよね。 W 和田コーチの35歳36歳シーズンくらいの成績を基準にしてほしい。オラン選手に出すで。言う前におる選手で活躍した選手のサラリーあげたるよ。林なんかもっともらうてもええんやないか。しかし今時打点に出来高をつけるってフロントの中身は昭和の野球脳なんだな。それ安定して弱いわけだ。